ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。私は、3年ぐらい前からですかね、日本が非常に停滞してきて、経済も停滞し、技術も停滞して、私の人生は良かったんですが、子供たちにこんなダメになった日本でね、人生を送るというのは残念だなと思っておりまして、その理由も随分考えてきました。で、いろいろな理由があるんですね、もちろん。自民党とかそういうのは悪かったり、経済界悪かったり、外資を入れたりっていろいろあるんですが、最近私ね、これはね、小さい嘘の蔓延じゃないかと思ってきたんですね。それで今日は最初に石油枯渇、石油ショックですね。これは朝日新聞とか NHK は分かってたんじゃないかと思うんですよ。これがトリックであるってことが1972年に。いずれにしてもそれは1988年か2000年には気がついてたこと。それをこう訂正報道もしないし、それからこれは NHK や朝日新聞だけではないですね。学者もそうだし、政府もそうだし、一切自分が過去に言った間違いを訂正しなくなったということですね。これがある意味では現在なんか監視社会みたいになってる原因を作ってるのかもしれません。で、今日はそれの第4回ですね。少なくとも温暖化が出てきた時には、石油枯渇が分かってたはずだ。この相反することをですね、主に報道したのはやっぱり NHK と朝日新聞だったんですよね。相反することを。これはNHK と朝日新聞ばかりじゃなくてですね、我々の仲間もですね、学者の人も、それまで寒冷化と言ってた人が温暖化って激しく言うようになりましたね。これは嘘をつく人っていうか、嘘をつくような雰囲気にある団体っていうんですかね。そういうことに根ざしてんじゃないかと思うんですね。例えば1988年にアメリカで温暖化騒動が起きた。これ6月の23日かなんかですね。アメリカの上院の公聴会なんですよ。で、続いてその年に国連に IPCC っていう温暖化のパネルができたわけですね。この頃、今随分いろいろ地球は温暖化するんだって叫んでる人のうちの半分ぐらいはですね、この1988年の IPCC の設立以来、温暖化する、温暖化するつって、いろいろ解説したり、このネットなんかでも、温暖化する、温暖化するって言ってる人が多いんですけど、その人たちは、石油枯渇と温暖化が相反することだと、いうことはもう十分に知っておられるんですよ、実は。これは NHK も朝日新聞も十分に知ってると思うんですね。それは初歩的な知識があればわかるわけですから。ということは、石油枯渇を報道した、個人とか団体はですね、温暖化の報道をするときに、報道とか解説とかするときね、これは私、マスコミばかりが悪いっていうか、もちろん NHK とか朝日新聞が先頭を切って、石油ショックのときには、もう石油ショックだ、大変だ、大変だ、もう石油は30年でなくなる、30年でなくなるって、ものすごい繰り返して、日本人をショックに陥れて、物価も上がり、生活も困るっていうような状態になり、私なんかもその被害を受けて、被害っていうか、私は大学も出て、途端でしたけどね。原子力に僕も舵を切っちゃったわけですよ。そういう人がいっぱいいると思うんですね。で、その人たちとか、その学者とかね、評論家、口を揃えて、これから石油がなくなる、化石燃料なくなる、炭素源がなくなるって言ってた人がですね、炭素源は大切だって言ってた人が、もうそれから16年経った1988年に温暖化のことが出てくると、今度温暖化に乗って報道したり解説したりするっていうのは僕はどうしてもわかりません。NHK を批判するんじゃない。朝日新聞を批判するんじゃないと言ってもですよ。私日本人ですからね、舌の根も乾かぬうちにっていう感じなんですが、石油がなくなれば温暖化しませんからね。だって炭素源はないんですから。その人たちがあれだけ炭素が大切だ、炭素が大切だ、炭素がなくなるから大変だっつって、主婦がトイレットペーパーを買い漁るぐらいまで脅した人たちが、低炭素っつってるんですからね。いやもうちょっと考えられないですよ、僕はね。なんか心の中が考えられないですよ。だから、僕が考えられないのは僕の理解力が少ないんであれば、どうしたらいいんでしょうかね。つまり、その人たちに直接聞いたらいいんでしょうかね。私が参議院議員選挙に立った時に、私の悪口を猛烈にネットで書いた人がいるんですよ。その人は参議院議員選挙が終わったらパタッとなくなりました。
だからこれも江戸の敵は長崎なんですよね。